皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日は10月の12日なんですけれども、まあ台風19号が迫ってきているところで、外は結構な雨になってます。で、今日の夜から朝にかけて、うちの方にもまあ最接近するんじゃないかということで、まあ結構大きな台風なんでね、なんかこう被害がなければいいかなと思うんですけど、で、まあ今日はですね、久しぶりに、ジャンクの購入品の紹介になるんですけれども、それがこちらです。はい。こちらはカシオのパソコンなんですけれども、ここに見えます通り、MSX パソコンですね。MSX の MX101 という機種になるんですけれども、こちらは1986年発売のもので、カシオが発売した MSX の最後の機種になります。はい、MSX というのは、主に1980年代に発売されていたパソコンの統一規格なんですけれども、1983年に、マイクロソフトとアスキーによって提唱された8ビット、16ビットのパソコンの共通規格の名称ということなんですけれども、まあ、当時はですね、パソコンもまだまだ高くて、それにまあ、ベーシックというプログラム言語があるんですけれども、それが、まあ、そのパソコンごとに、まあ、同じベーシックのこう言語なんですけど、まあ、パソコンにそれぞれによるまあ方言といいますか、それぞれのこう互換性がちょっとあんまりない部分があったりで、不便なところがあったり、まあ、当然こうパソコンの値段が高いので、なかなかこう一般家庭には普及がしてなかったんですけれども、そこにおいて、まあ、かなりこうコストを下げて、まあ、パソコンのスペックもちょっと抑え気味にして、それで値段を抑えて、まあ、一般のお客さんにも導入しやすくするために提唱されたのが、まあ、MSX 規格なんですけれども、まあ、80年代ですね、まあ、結構ここにあるように複数のメーカーから MSX の仕様に沿って作られたパソコンが発売されたということで、で、まあ、当時この規格に賛同した国内のメーカーとしては、キヤノンで、このカシオ計算機、富士通、ゼネラル、日立製作所、京セラ、松下電機、三菱電機、ヤマハ、日本ビクター、パイオニア、三洋電機、ソニー、東芝と。で、まあ、企画に賛同したのみで、この機種を発売してなかったのは NEC とシャープなんですね。まあ、なんでこの NEC とシャープが発売しなかったって言えば、まあ、NEC もシャープも、まあ、当時、まあ、富士通とともに、まあ、国内のパソコンのシェアをほとんど、まあ、これで牛耳ってたわけで、まあ、そこがね、まあ、出さなかったのは、まあ、当然かなっていう感じはするんですけれども、で、まあ、このカシオがですね、MX101 のこちらの機種なんですけれども、まあ、カシオの MSX っていうと、1984年に出された PV7 というこちらのパソコンなんですけれども、こちらがまあ定価が29,800円というですね、まあ、当時としては非常に破格の安さのパソコンとして発売されたんですけれども、まあ、その安さゆえに、まあ、スペックはね、だいぶこう抑えられてはいたんですけど、まあ、非常に安い価格で出たので、もしかするとこれが初めてのパソコンだなんていう人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、その翌年に出た PV16、こちらはメモリーが倍増になった機種ということで、まあ、倍増といってもこちらが 8KB でこっちが 16KB に上がったっていうところなんですけれども、そこから翌年ですね、まあ、ほとんどこの見た目一緒なんですけど、こちら MX10 っていうのが1986年、まあ、同じ年に MX101 と今回の機種が発売されたってことですね。はい、で、 MSX はこのあと MSX2 規格というのができて、徐々にこう
スペックが上がっていって、まあ、当然ながら本体の値段も上がっていっちゃうんですけども、カシオはここまでで、それ以上の MSX 規格のパソコンは出せなかったんですね。で、まあ、今回これを使って何をするかといいますとね、まあ、一応動作確認ということで、この MSX のマシンなんですけれど、ここに、こうパカッて開けますとこういうふうにスロットがあるんですけど、ここにですね、MSX ではあのロムカセットで、ゲームソフトなんかが供給されてたんですけれども、まあ、今回ちょっとそのゲームソフトは準備できなかったんですけども、それを使わなくとも、この本体には、MSX ベーシックという、ベーシック言語が乗っかっているので、そのベーシック言語を使って、プログラムを組んで、動作確認をちょっとしてみたいと思います。まあ、とは言っても、まあ、自分にちょっとね、オリジナルのプログラムは組めないんで、まあ、このパソコンが出た当時に発売されていたこちら、マイコンベーシックマガジンというですね、まあ、知る人ぞ知るパソコン雑誌があるんですけれども、こちらにはですね、まあ、いろんなパソコンのベーシック言語で組まれた、プログラムが毎月、まあ、読者から投稿されていて、それにこうたくさん載ってる雑誌だったんですけれども、その中でですね、こちらはですね1985年の1月のなんですけれども、それに載っている MSX 用のプログラムで、こちら、はい、地雷エリアというですね、プログラムがありまして、ここにまあつらつらつらってこう文字が見えると思うんですけど、はい、まあ、こちらのプログラムなんですけど、まあ、行数で言うと0から9までで、まあ、10行になりますね。まあ、比較的これは短い方のプログラムなんですけど、まあ、これをちょっとね、打ち込んでみて、一応これゲームなんですけど、ちょっとやってみたいと思います。まずはですね、こちらのパソコンを立ち上げたいと思うんですけど、AC アダプターを挿して、で、本体の左側に、ビデオの入力端子があるので、そこに映像出力と音声出力をつないで、で、本体の後ろにスイッチがありますので、これをオンにすると、はい、じゃあですね、プログラムを打ち込んでいきたいと思います。ちょっと時間がかかると思うので早送りしたいと思います。はい、はい、というわけで、20分ぐらいかかったんですけど、一応プログラムが打ち込み終わったんで、これから実行してみたいと思うんですけど、どこかしら間違ってるような気がしてしまうんですが、一応、RUN ということでプログラムを走らせる RUN のコマンドをやってみたいと思います。と、というわけで、このゲームの解説なんですけど、はじめにたくさんの地雷と、シャープが登場します。シャープですね、シャープシャープシャープで、地雷の一部がまあ消えたと思うんですけど、それも含めて踏まないようにこの左上で今点滅してるスペードをこう画面の右下の Gであるゴールまで持っていくという遊び方ですね。はい、これをこうまず移動させるとキャラが移動していくんですが、バーン
ということで、地雷を踏んでしまったので、地雷を踏んだらさようならということで、です。で、シャープを踏むと、見えている地雷が消えて、消えていた地雷の一部が現れるということなので、例えばシャープを踏んでみると、おっと、ここでエラーです。よし。さあ、もう一度やり直しです。はい、消えた、地雷を踏まないようにいきましょう。といったわけですね。まあ、ざっくりとちょっとしたベーシックのプログラムを打ち込んで、こちら MX101 の動作確認してきたんですけれども、実はですね、この本体からこれ AV ケーブル伸びてると思うんですけど、実はこのケーブルはこっちのテレビにはつながってません。はい、というのも、まあ、収録用にこっちにもう一台液晶テレビがあったんですけど、こっちにこの AV ケーブルはつながっていて、でここにちょっとニョキッと生えてボッチがついたものがありますけれども、実はこの MX101 っていうのはパソコンを、まあ、テレビに対して、ワイヤレスで、つなぐことができるという機能もあります。ワイヤレスといっても、まあ、今のような LAN で繋がってるわけではなくて、電波を飛ばしてますね。で、このボッチが一応アンテナになってるんですけれども、これで、電波を飛ばして、テレビ側にですね、この、いわゆる、テレビの卓上アンテナみたいなやつがあるんですけど、これ、こっちがまあ本体よりもでっかいんですけどね。こちらで、受信をして、でテレビに、つないで、
映像を出してたんですけれども、まああのこれはですね、アナログテレビじゃないと、現代では使えないんですよね。もうデジタルテレビでは受信できない電波なんで、まあここまでしてやる必要があるのかっていうとね、まあね、まあ現代の中では全く意味がないわけですけれども、まあレトロゲームを楽しむためにはまあこういうね、めんどくさいこと やるのもまあ楽しいんですね。はい。でまあこの MSX ですけれども、まあここにね、せっかくカートリッジスロットがあるんで、まあ MSX のゲームカートリッジも探してみたいんですけれども、まあ手近なジャンクショップとかにはそういうものちょっと見当たらないんで、まあ機会があったらですね、ヤフオクとかで、探して安いの買ってみたいなと思います。はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンも、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。